なんか、日本共産党、山添議員の憲法9条をめぐる発言が、物議を醸してるみたい。なぜ物議を醸しているのか。それは、山添議員の憲法9条論が、あからさまな世論誘導としか思えない内容だからみたい。そして、そんな山添議員の憲法9条論に対し、飯山あかり氏が苦言を呈してるんだよね。では、日本共産党、山添議員の憲法9条論ツイートと、それに対する飯山あかり氏の苦言を続けて見てみて。山添拓。山添拓の憲法って何？パート6。会見で何をしようとしているの？憲法を変える一番の狙いは9条。専守防衛、海外派兵はしない、集団的自衛権は行使しない。9条が果たしてきた大事な歯止めとしての役割を取り払い、戦争する自衛隊に変えてしまって良いのかが問われている。飯山あかり。会見の目的は、憲法9条を変えて戦争できる日本に変えようというところにあると思います。で、侵略戦争しようとしてる日本人は一体どこにいるのか。侵略戦争を仕掛けられないように、要するに戦争にならないようにするにはどうすればいいかという話をすり替え、短絡的に会見イコール戦争と印象をつける気弁。飯山あかり氏のおっしゃるように、会見イコール戦争と印象をつける気弁だよね。本当悪質な印象操作であり、悪質な世論誘導だよ。ネットでも、一月前に、かの党が、会見したら気に入らないという理由だけで侵略戦争を仕掛ける国になりますって言ってたんですが、この間は、私たちはウクライナと共にありますって言ってて、もう笑えばいいのかなと思いました。こういう人ほど内面は好戦的なんですよ、きっと。戦争放棄したら戦争起きないなら、そういう歴史的事例お願いします。9条があればと真剣に語ってるのが痛ましい。でも、こんな人は多いのでしょうね。迫る危機を理解できない悲しい人たち。最も人権を守らないのが、社会、共産主義国家であることは、過去の歴史が証明している。国際法を無視して軍事行動に出る国が、日本周辺に複数あるのに、その対応ができないよう努力する。山添さんは、少なくとも日本国民のためには発言してませんね。侵略戦争なんかしたい人ほとんどいないと思います。経済に影響あるし、人に亡くなってほしくないし、国際社会からの評判も下がるし。そういう人がいるとしたら、どんな意図なのか気になる。会見を阻止しようとする一番の狙いは9条。日本を侵略されても反撃できない国にするのが狙いです。電車の中でたすきかけ、違反してバカ騒ぎしてる人ですね。日本に武器を持たせたら、また戦争を仕掛けてくる、っていう思考は、中国と朝鮮半島の人々そのもの。本当おっしゃる通り。他国からの侵略戦争を防ぎたいために会見を考えているのに、会見が侵略戦争をしようとする企みと勝手にすり替えて、世論を誘導するやり方。もともと護憲派の意見は破綻してますけど、ひどいものですね。こういう輩が日本をダメにする。こういう人たちって、大好きな9条をなぜ世界に広げようとしないのかなぞ。そんなに素晴らしいなら、世界に向けて啓蒙してこいよ。ロシアと中国共産党に行ってきなさい、などと多くの国民が苦言を呈してる状況なんだよね。しかし、9条論を唱える人たち。どうしてロシア大使館前で9条デモを行わないんだろうね。なんだかそれが答えのような気がしちゃうよね。とにかく、日本共産党、山添拓議員は、もっと現実を見てください。憲法9条があれば、他国に攻められないのでしょうか？もしも攻められないと信じているのなら、ロシアや中国に出向いて、9条論を唱えてきてください。よろしくお願いします。